日本中央競馬会、日本中央競馬会、日本中央競馬会、ジャパン・レイシング・アソシエーション、略称、JRA は、競馬法、昭和23年法律第158号により、競馬を行う団体として、農林水産大臣の監督を受け、日本国政府が資本金の全額を出資する、特殊法人である。監督する部局は、 農林水産省生産局畜産部競馬監督課。すなわち、日本中央競馬会は、農林水産省の外閣団体である。日本中央競馬会は、競馬の健全な発展を図って、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、1954年に設立された。競馬法に規定する中央競馬を全国10カ所の競馬場で開催し、 合わせて競争馬の育成や、機種の養成などを行い、中央競馬を開催する、競馬場、トレーニングセンター、競争馬の育成場などの施設を欲している。世界最大の馬券売り上げを誇り、2013年には2553億円、第一国庫の付金、第二国庫の付金の合計を国庫に納入し、畜産の振興や社会福祉へ役立てられている。 略称、JRA は、英称、Japan Racing Association から頭文字を取ったもの。以前は、NCK、日本中央競馬会の略を使用しており、1987年に、JRA に変更された。日本中央競馬会が主催する競争の賞金は、世界の中でもアラブ首長国連邦、UAE と並んで、高い部類である。場所の団体である。 日本馬主協会連合会の運営費も日本、中央競馬会が負担している。これは競争協力金と呼ばれ、各レースの上位3頭の馬種が所属する馬主協会に支給される。1923年に競馬法が制定され、各地で競馬を開催する主催団体として認められた競馬クラブが設立され、やがて、 それら11競馬クラブが合体して1936年に設立された日本競馬会が当時7競馬場に可視されていた提出後商店、天皇賞を受け継ぎ、東京競馬クラブが創設した東京優秀日本ダービーに加えて横浜農林賞商店4歳小馬、さつき賞、京都農林賞商店4歳小馬、菊花賞、中山4歳品と特別、大賀賞、 阪神優秀品は、オークスを創設した。そして戦後も日本競馬会の下で競馬が運営されたが、GHQ の独占禁止法に抵触するとの見解から1948年に日本競馬会は解散し、農林省畜産局が直営する、いわゆる国営競馬へ移行された。しかし、競馬を直接国が運営するという形態に、やがて異論が出るようになり、 対日講和条約が成立して、占領期間が終了する1951年、前後から国営競馬の存在が問題視されるようになった。この動きに合わせて1951年に、全国馬主協会連合会、京主場生産農業共同組合、日本馬事協会、全日本調教式司会などが、政府に民営移管の陳情書を提出し、翌年1952年に、 政府内に農林大臣の諮問機関として、競馬制度審議委員会が設置された。この委員会の委員52名の中には、中村勝五郎、中山橋協会会長、永田正一、東京橋協会副会長、栗林雄二、全国馬橋連合会会長、安井誠一郎、東京都知事及び、全国公営競馬協議会,会会長、安台財門、元日本競馬会理事長、 河野一郎、日本畜産会会長、勝利木松太郎、関東レースクラブ取締役会長等々のメンバーが揃い、主に競馬志向主体の性格及び、組織、競馬志向主体の数と統制、納付金、競馬場の数と開催回数、監督機構とその内容、施設の国有財産の処理、そして地方競馬についてを民営移管の重要な問題点として、 多くの意見が出され論議された。この委員会では、地方競馬について意見が分かれて、結局最終的な結論を出すには至らなかったが、国営競馬の速やかな民営化、その思考主体は、公共性の強い単一の特殊法人でという点では、一致した論が出ていた。そして政府内でこの競馬制度審議委員会での議論を基調に1年余りをかけて、 生案の検討を進めて、日本中央競馬会法案を作成し、1954年5月29日に、衆議院本会議で、可決5月31日に、参議院本会議で、修正案が、可決6月2日に、衆議院で参議院の修正に同意する形で、法案が成立した。ここに、日本中央競馬会法が1954年7月1日に、 交付されて、7月14日に設立委員が、農林大臣によって任命された。この設立委員は、競馬制度審議委員会議長であったにみやす、日本銀行政策委員、谷田俊次郎、西日本橋協会,会会長、永田正一、安田財門、河野和幸、大倉省事務次官、東畑志郎、農林省事務次官の6名で、9月10日に、 初代理事長に安田伊左衛門が任命され、9月16日に農林省畜産局から施行を引き継ぐ形で日本中央競馬会が設立し、9月25日に中央競馬が東京と京都競馬場で華やかにスタートした。2007年まで JRA の運営を監視、指揮する機関、役員会にあたる組織は理事会が務めていた。 しかし特殊法人改革の一環で、競馬法が改正されて、役員組織の上部に位置する新たな最高意思決機関として、政府によって外部から選ばれたメンバーで構成される、経営委員会が置かれることとなった。業務内容、2013年は、競馬の施行や馬券の発売、競争馬の研究、競馬に関する広報活動、その一環として、 優秀の発行や JRA 賞の制定なども言っている。日本中央競馬会の運営は、公正さが求められるため、競馬法、日本中央競馬会法などの法律により、厳しく定められている。日本中央競馬会は、売上げの75%に当たる的中券の配当と、国庫の付金や経費を払った後の余剰金で、畜産振興事業を実施しているが、 畜産振興を名目とした2008年度交付金の99%以上が所管の農林水産省 OB が役員を務める法人に渡ったことが判明している。中央競馬に対する年間を通じた広告として、出演者2001.2012から2014年を除くとキャッチコピーを定めて、テレビ、ラジオ、新聞、ポスターなど多岐にわたる広告を行っている。 GIQ 競争の開催の直前には、その GIQ 競争の告知の内容となる。上記の中央競馬の告知を行う、JRA 年間キャンペーンとは別に、競馬の素晴らしさをイメージした広告を行っている。2010年以降、公式サイト、または特設サイトにおいて、以下のゲームコンテンツを公開している。JRA では1989年より、 ターフィーを公式マスコットキャラクターとして採用している。競馬場内やウィンズで来客を迎えたりすることなどを主な役目としている。2004年にデザインを一新し、2003年のアリマ、記念開催当日に引き継ぎ式が行われた。新デザインはサンリオが行い、その見た目の和やかさはさらに増長された。競馬場ごとのキャラクターとしては、中山競馬場のナッキー。 1985年11月から中京競馬場のペガスター2012年からがある。また期間限定で起用されたキャラクターには以下のものがある。JRA の柔道部は日本の実業団柔道におけるチームの一つである。競馬開催日には場内警備に当たる姿を見ることができる。主な出身選手は以下の通り。このか中村義弘。 カムチ同盟、秀島大輔といった有力選手も活躍した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。